こんにちは。有限会社 YEY の和田でございます。今日はガジェットでいきます。実はね、この前から気になってたものがあってね、ヤマハさんにちょっといろいろとお伺いして、本当はね、レンタルしようかなと一週間貸してくれるということだったんで、ただ、インタービーで、ヤマハさんのブースがないはずだったけど、急遽出展されて、根掘り葉掘り聞いてみたんですよ。じゃじゃーん。これ、ユニファイドコミュニケーションシステムって言って、ヤマハの YVC331。これね、330と331があるんですけど、330は、ちょっと高いんですよ。330は違いって言ったら、Bluetooth 搭載なんですね。私、Bluetooth いらないので、これを買ってしまいます。331の方。Bluetooth が搭載のがね、3000円ぐらいだったかな。ちょっと8000円とか1万円近く高いんですよ。これ、定価5万5000円なんですね。まあ、ヨドバシカメラで買ってきました。秋葉原で。で、この前からあるなって気がついてて、で、ヤマハさんにこれを借りようと思って、まあ、借りなくてもいいかと、根掘り葉掘り聞いたんでね。で、これの開墾をしたいと思います。でね、なぜこれを買ったかというと、じゃじゃーん。これ持ってるんですよ、私。これね、すごい便利なんですけれど、ね、これ、まあ、テレフォニーシステムもついてるし、まあ、ここから電話かけるってことは私ないんですけれど、でも実際は、USB ケーブル接続で、ラインインとアウトがあって、オーディオインアウトがあるし、で、まあ、もしね、本当に IP 電話かけようと思ったら、ここでかけれるんですよ。で、スピーカーもあるし、で、他にこう、きちんとなってて、ノイズキャンセリングもあるんですよ。もう製造中止で、もう、サポートもしてないんですよ。この PJP50USB ってやつね、これ。そう。PJP50USB。なのでね、これもね、この前学会の、会議でここで使ったんですけれどね。じゃあ、これいきまーす。よいしょ。よっからしょっと。まず、これね。これ、あ、ケーブルの束めるやつだね。で、こんなのがついてますね。で、延長保証とかね。ケーブル、USB ケーブルですね。USB ケーブル、こっちが普通のタイプで、こっちが、あ、B タイプだ。今時古い B タイプなんですけど、まあ、これ、壊れにくいっていうのと分かりやすいっていうのがあってね、これにしてるんでしょうけれど、もうほとんど見かけなくなりましたね。USB-C になっちゃったし。まあ、C はね、C でいいんですけれど。で、ポリ精通と保証書だね、これは。保証書。で、じゃじゃーん。さっきね、買いに行った時に、実は丸いやつだと思ってたんですよ。で、ずっと丸いやつと思って話をしてって、ヨドバシカメラもう一回見たら、あれ？おむすびじゃねえかよって。これね、こんな感じで、今こちらに、ぷっと隣に置きます。じゃんじゃん。じゃん。じゃんじゃん。パン。YVC331、5V 0.5 A。ね、ここね、Bluetooth がないんですよ。だからこのボタンがなくて、なぜ私がこれを買ったかって言ったら、バッテリー駆動もできるという話で、決め手だった以外には、ノイズキャップというのがあるんですよ。つまり、周辺の音をカットしてくれるんですよ。で、ここのモードでピョンピョンと押してやれば、このモードが切り替えられるんですね。まあ、すべてこの音を取るというのと、半径1メーター以内の音を取るという、そういうのがあるんですよ。で、まあ、キャッチ、電話キャッチもあれば、プラス、ノイズ、ボリュームオン、上げたり下げたりすることもできるし、で、モードで、実は言うと、ここでイン、アウトがあるんですね。
PJP50 と一緒に同じような形で USB なんですけれど、USB がね、タイプ B っていうのかな、ちっちゃいやつ、マイクロ USB じゃありませんね。で、同じようにあるんですよ。で、これも、実は言うと、これ USB はね、何かって言ったらね、バッテリーの駆動のためなんですよ。これバッテリー駆動ができるって言って、さっき言ったようにね。で、この子無理。この子無理。で、持ち歩くのもちょっとしんどい。で、これは、ここに、あるんですよ。あ、こっちね。GC in 12V。こんなの、電源持ち歩かなきゃいけないんでね。まあ、これはね、固定でいいんですよ。で、会議でやるときはいいんですけれどね。で、これもう一つは、仕様によって、ちょっとね、操作で、ラインモードと、数珠つなぎモードがあるんですよ。で、数珠つなぎというのは、これを2台、こう会議で、テーブルで、こう、ちょんちょんと、2台までつなげられるので、で、ここに、イン、アウトがあるんですね。で、アナログ的につないで、この出力の、をこう、取って、フィードするっていう形になります。で、私はここのモードをラインモードで使えるというふうに、ヤマハさんから聞いて、ラインモードだと、ここからビデオカメラにつなげられるという話なんです。なぜ私がこれを買ったかという大きな理由は、実は私の社長インタビューというのをいつもやっているんですけれど、これ、私はピンマイク、お相手もピンマイクつけてるんですけれど、ピンマイクをつけて芸者さん、芸人さんとか役者さんはピンマイクつけてても喋り方を知っているんですね。だからきちんと声を出して喋るという。だからどんなノイズの中でも自分の声は拾えるという、拾ってくれるというマイクがね。でも素人の方って普通に喋るから、ボソボソ喋るんですよ。そうすると、周囲の音まで全部拾っちゃうんです。基本的にピンマイクというのはコンデンサーマイクなので、で、ゲインを上げると、向こうの、相手の声が聞こえないから、ゲインを上げると、ゲインを上げたところで、ノイズまで拾ってしまうんです。周囲のノイズまで。これだとテーブルに置いて、会話をしてて、ビデオカメラのライン、インに、マイクでもラインインにすると、きちんと、周囲の音は、自分の声は拾って、喋ってる人の声も拾って、だが、周囲の音は消してくれるノイズキャップというのがあるので、これをサウンドキャップというのかな、ヤマハさんのこと、ヤマハさんの言葉では、それを、その機能が優れているから、会議で使えるということなんです。つまり、騒がしいところでも音を明確に拾ってくれるという優れたものだということなので、試さずにもう買っちゃいました。だって、もうほとんど、この子じゃできないので、この子持ち歩くのも至難の業だし、電源を確保するのもほぼできないので、これだったら、ちょっと大きめのバッテリーで、使えるわけですよ。ね。ちょっと大きめのバッテリーで、で、ここからフィードして、電源を取るという。で、私が持ってるのはこんな薄っぺらい、数千ミリ、2000ミリアンペアだから、もうちょっと今日、後で大きいやつ買ってこようかなと。まあ、買ってくるところはね、秋葉王なんですけどね、いつもこの辺で、徒歩5分以内で行けるんで、まあ、そういう形で YVC331 のを買ったところでご紹介、開墾のご紹介でした。はい、ただいまより、今これ実は言うと、ヤマハの PJP、こいつでアンモナイト君から、やって撮っています。で、今これで撮っていて、ちょっと聞こえていると思いますけれど、私今かなり小さい声でお話をしてるんですよ。で、これをやっているので、まあ、こんな感じで、マイクがね、かなり感度が高いんで、やってます。で、これを、こっちにしてみようかと、今これね、入れます。このタイプなんですよ。ポチッと入れて、
ブク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 やっていますね。これついたな。マイクの方がね、ピカピカやったところで今、全部こうなりましたね。こうつきました。全部 LED がつきました。ね、じゃあ、ちょっと切り替えてみたいと思います。これ今、アウトになってるから、こっちに。ちびっと問題があります。接続が認識しないのかなぁと思いながら。まあ、ちょっとね、研究してみたいと思います。はい、わかりました。これ、今、YVC、これでやっています。331。ラインアウトで、そのままで OK なんですよ。実は、今ちょっとヘッドホンで聞いてますが、まあ、そうだね、メーターも動いてます。ノイズキャップをオフにし、あ、これがノイズキャップをオンにしてます。静かになったよね。うん。これでいけると思う。で、これをオフにします。これ、マイクボタンとマイナスボタンを同時に 1.5 秒から2秒ぐらい押すんですよ。はい、これでノイズキャップモードをオフにしてます。サウンドキャップね、これをオフにしてます。これで今聞こえてますけど、今メーター振り切ってますよ、はっきり言って。で、ちょっと今切り替えます、もう一回。配線を入れ替えます。ガサガサガサ。はい。はい、これで BJP50USB で音を録音してます。まあ、これね、ボリューム再生ボタンとか、まあ、これは、ボリュームとかあるんですけど、マイクのね、設定をどうやるのかって、ちょっとね、こっちで思い出せないんで、マニュアル見てもう一回やりたいと思いますけど、ご注意。ビデオ会議システムと、本製品のエクスターナルインアウト端子を接続して使用する場合は、連結接続できません。そりゃそうだ。サウンドキャップ機能と連結接続の同時使用はできません。あ、そりゃそうだね。連結してんだから。うん。意味ないよね。うん。まあ、これはちょっと違うか。連結じゃないから。私の場合は、今、これ今 PJP50USB アンモナイトでやってます。じゃ、もう一回こいつを抜きます。アウトに入れました。感度高いんだよ。感度高いからさ。で、まあこれどうするかなーって、ちょっと試してみたいなーって、この記者クラブラでね。はい、これで、だいぶ静かになると思います。はい。まあこんな感じでございます。では、とりあえず、今日のこれはテスト終了。